品川矢次郎品川矢次郎像、品川矢次郎明治33年2月26日は、明治時代の日本の官僚、政治家。英典は、聖二、久ミット死名は、正五矢吉。号は、大義須。別称に、橋本八郎、松本清熊などがある。天保十四年、長州藩の足軽、品川八市衛門と、 池田六左衛門の長女、松の長男として生まれた。安政五年、松下孫塾に入門して、吉田松陰から教えを受けるが、安政六年に、安政の大国で、松影が軽視すると、高杉晋作らと行動を共にして、尊濃上位運動に奔走し、英国公使館や木打ちなどを実行している。現時元年の金門の変では、八和隊長として参戦し、後に、 大田一の親山田明義らとお立隊を組織した。慶応元年、木戸高義と共に上京して、情報収集と連絡係として、薩長同盟の成立に尽力した。母親戦争では、王内部総督参謀、西部隊参謀として活躍する。明治維新後の明治三年、投をして、不仏戦争を視察するなど、ドイツやイギリスに六年間留学する。 内務大書機関や内務省有、農商務、大輔、中毒講師、宮内省五領局長、数密顧門官などを歴任する。明治17年、維新の公により、私者を授けられる。明治24年に第一次、松方内閣の内務大臣に就任するが、明治25年の第二回衆議院議員総選挙において、 時間の知らね、セ一イチと共に警察を動員して、強力な選挙干渉を行って、死者25人を出してしまった経緯を非難され、隕石辞職を余儀なくされた。その後は、西郷つぐみと協力して、政治団体、国民協会を組織する。民間にあっては、ドイツ学協会学校や旧正経過中学校を創立し、また信用組合や、 産業組合の設立にも貢献している。明治33年、流行性官房に肺炎を併発して死去。去年58、八一江門八次郎八一聖太郎。ありがとうございます。